はい、元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す、令和2年の1月24日17時59分であります。まあ今国会というかね、お茶の間に濁しております。河合案里さんというね、参議院議員、私と同期の広島からですね選出された河合案里さん、なんと自民党から合計1億5000万円もの選挙資金がですね、河合案里さんやご主人の支部に振り込まれていたと。1億5000万円ですよ。あの政党助成金が自民党さん170億ぐらい、さっきの動画で出したんですけども、それの100分の1っていうことですよね。で、あのちなみに選挙っていうのは上限が決まっていて、選挙運動で17日間しかないですね。参議院選挙一番長い、東京、まあ、やる知事選挙と参議院選挙が一番選挙運動していい時間が長くて、たった17日間しかないんですね。告示日、いわゆる私は立候補しますって届け出てて、で投票日の前日まで17日間です。でよくこれ間違うんですが、選挙運動と政治活動っていうのに明確に分かれるんですね。で政治活動というのは投票日以外はずっとできます。で、選挙運動というのは投票日の前日から17日間っていうことなんですね。で選挙運動の時に初めてその河合案里だったら河合案里に投票してくださいという投票を、こっちは選挙の投票を呼びかけれるんですね。こっち側は政治思想を、まあ、あの訴えかけることができるんです。こっちはまあ憲法で保障されたもので、こっち側がまさに公職選挙法で、ある意味規制されているものなんですけども、要は選挙が始まったら、17日間は投票を促すことができる。で、その17日以前にですね、投票してくださいっていうようなことを言うと、それは事前運動ということで、選挙運動期間外の投票の呼びかけというのは犯罪になるんですね。で、こっち側は6000万円まで。だいたい6000万円です。参議院の広島の場合は。こっち側は無限大です。どんなに、あってもね、6000万円以上使っちゃいけない。これは選挙の平等を保障しなきゃいけないので、6000万円以上使っちゃいけませんよ。約ね。で、こっち側はいくらでも使っていいんですね。でちなみに僕が使ったお金ってこっち側で17万円です。立花孝志が当選するために使ったお金って17万円だったと思います。で河合さんはこれどれぐらい使ったか分かりませんけども、ここにだからウイス城とか日当とかね、ウイス城日当とか弁当代とか事務所の経費とか新聞で広告を売ったりとかするものですね。で政治活動っていうのは河合案里に投票してくださいっていうことを書かなければ、河合案里というのは自民党に所属していて安倍さんとも仲良くて、菅官房長官とも仲良くて、こんなことを政治家として県議会議員をしててこういうことをやりたいんですっていうことを紙に書いて出すのは自由なんですよ。投票してくださいっていう言葉がないことと、まあ、参議院に立候補しますとかいう言葉を書いてちゃまずいと思うんですけども、あと全体的に例えばこれが紙面だとすると、全体の3分の1以下が名前と顔ぐらいだったら大丈夫とか、まあまあ独特のルールがあります。あとね、2連ポスターってよく見るでしょ。ポスターの左右でも上下でもあるんですけど、上が安倍さんで下が立候補予定者、もう左右でもありますよ。左が橋本徹さんで右が誰々みたいな、立候補予定者みたいな、これ半分以上が、候補予定者だと、まあ、半分以下か、半分以下が立候補予定者だと、これは政治活動用のポスターということで、これ何枚貼っても構いません。ただし選挙運動期間になると撤去外さなきゃいけないとか、まあ、こと細かくルールがあるんですよ、選挙っていうのはね。だから今は衆議院議員選挙が任期満了までまだ1年、8ヶ月とかあるので、これがシングルポスターです。候補者、現職の議員とか立候補しようとする人の名前と顔だけなんですけど、来年10月が任期満了ですから半年前になると、これの一連ポスターはダメになるんですね。
もうね、こと細かく定められてます。で、この政治活動はだから無限大にお金使っていいので、まあ一番あのお金かかるのがチラシの頒布ですね。あの新聞に折り込みチラシとか直接ポスティングとかね、まあいわゆる紙爆弾と報道されてましたけども、まあ確かにね、人間ってこう連続で洗脳されると、あの5回も6回も入ってたっていうんで、広島の、 あの県ではね、河合案里さんのチラシがね、まあずっとその顔を見るために親近感、名前と顔で親近感ができて、まあ河合さんに入れたというような方も相当いるんだろうなと思います。でただもうね、その今回僕は、ウグイス嬢に1万5千円しか払っちゃいけないのをね、3万円払ったという疑いで、まあ今捜査入ってるようなんですけど、まあ国民の感情からしたら、まあ別にウグイスさんに3万円払ってもそこまで細かくしなくていいんじゃないのと、これはね、なぜ上限が1万5千円なのみたいな、多分素朴な疑問があると思います。で、でもおい、選挙に1億5千万円かけるのかよ。だって給料は、国会議員の給料言うても年収3000万ぐらいですから、6年間やっても1億8000万ですよ。で、もちろんそれ以外のね、いろんな、まあ、秘書のお金持ってもらえたり、政党助成金とか、立法事務費とかがあるんで、あの、それなりの価値があるのかもしれませんが、これ、自民党の議員、トップが無所属の人で、2位が河合さんで、3位が自民党の現職で、当選落選なんですよね。ということは自民党は1議席から1議席しか変わってないわけですよ。でこのために1億5000万出してるっていうのは、国民感情からしてもえでしょうし、自民党内でもえと思ってると思います。通常この10分の1の1500万なんですって、自民党って国会議員出るときに公認料って、公認料が500万と選挙準備金が1000万の、1500万、この水戸さんにはね、落選した水戸さんには1500万で、河合さんには1億5000万円振り込まれてたと。いやー、で、そのね、お金が1億5000万振り込まれてたっていうのも、これまだ、選挙運動資金の報告じゃなくて、政治活動資金の報告なので、まだね、公には見れないはずなんですよ。12月に閉めて、見れるのが多分5月とか6月なんで、これもね、内部からのリークなんですよ。つまりまあ、これ自民党の中で、相当こういう不満が噴出してて、マスコミに情報をまあ流してるということが疑われるというか。いや、まあでも、皆さんどう思います？ 1 億5000万ですよ。自分の個人のお金を使うんだったら分かりますけども、自民党の本部から河合案里さんの支部に1億5000万振り込まれてるっていうこと、これはまあ、あまり経験に言っちゃいけませんけど、女性だからなんか誰かの女じゃないかとか、そういうことも疑いたくなりませんかね。いや、まあ分からないけど、だってその1億5000万円の原資は皆さんの国民の税金の可能性もいっぱいあるわけですよ。自民党に170億円もの政党助成金が入ってるわけ。その原資は1人250円の、ね、国民の皆さんからいただいている政党助成金なんです。あるいは政党助成金でなければ企業から自民党がもらっている企業献金っていう。だからね、僕ね、こっちの問題は法律上はこっちめっちゃやばいんですよ。これやる、僕、河合さんはもう間違いなく、もう今の報道から見て、本人の言動を見てたら、これで、間違いなく議員は失職します。 99% 失職するでしょうね。これ秘書がやったというのは本当だと思います。1億5000万円ものお金の差配、お金を使うって大変な能力がいるんですよ。これはね、本人にはできない。だから河合案里議員は、あ、よく私も知りたいんです、分かりませんとかっておっしゃってましたけど、それはその通りだと思います。もう自分は神輿の上に乗せられたものであってね、全然こういうお金の計算もできないわけですよ。いくら、まあ、もらっていくら出してるか、特にもらったお金は分かるけど、出してる契約の方法とかが違法かどうかすら分からない人です。だからこの人にはそういう意味では政治家をする能力は、まあ、今のところないと言えると思いますけども、まあ、ちなみにこの2位の河合さんの当選が、
無効になった場合にどうなるかというと、この3位の溝手さんが繰り上がることはありません、再選挙になります。これでも溝手さんはすごい気の毒ですよね。だって不正な選挙した人が当選取り消されて補欠選挙が行われるっていうのは溝手さんからしたらちょっとたまらんでしょうけどもね。でこの補欠選挙っていうのは毎年4月と10月の第4日曜日に行われることになっているので、河合さんが今ただ例えば有罪になる前に辞めたとしたら、今1月ですから今年の4月に選挙が行われると思われがちなんですが、実はそうではなくて、今参議院選挙って無効の裁判が行われてるんです。1票の格差が空いてるから1人1票3票ぐらいの差が空いてるので、この選挙自体が無効だろうっていうその、裁判が行われていて、まだ高等裁判所レベルで止まってて最高裁の判決が出てないんですね。でおそらく今年の10月とか11月に最高裁の判決、9月10月11月ぐらいじゃないかと言われてるんです。つまり河合さんの当選が取り消されたとか、彼女が取り消されたり辞めた場合も4月の補欠選挙はなくて今年の10月あるいは来年の4月に補欠選挙になるということです。でまあ今の状態から言うとね、河合案里さんは自分で辞めるとは言えないと思いますね。あれ完全に操り人形ですね。顔見てるともう何も喋るなと言われてるとしか思えないですね。そうするとこのまま行くとその秘書ですね、秘書がもう完全にウグイス嬢に送った LINE のね、秘書の方からマスコミに出してるというか、まあ、メディアに出てきてますけども、あれを見てると、まあ、秘書は間違いなくこれ有罪でしょ。そうすると連座制っていうのが問われます。でこのねウグイスに3万円渡すなんて、結構これで捕まってることってすごく多くて、去年の4月に大阪市議会議員で、フワさんっていうね、大阪維新の会公認の大阪市議会議員フワさんっていう人がもうほぼ全く同じ罪で逮捕されて起訴されて、一審有罪、二審有罪、今最高裁っていう状態です。4月の選挙で多分5月に逮捕されたのかな。で裁判の判決が多分というか9月か9月に地裁で、有罪ですね、懲役1年執行猶予5年とか、なんかそんなだったと思います。懲役刑ですよ。で、第2審が11月だったと思います。で今最高裁で、この溝手さんという人はどうしてるかって、いまだに大阪市議会議員をされてます。去年の4月に、逮捕されてるんですけど、いまだに大阪市議会議員なんですよ。維新の会は除名になってますけど、そうすると河合さんもこのまま部下が裁判で有罪になっても、控訴上告としていけば最高裁まで争うと、まああと1年ぐらいは参議院議員をしてられるんじゃないかなと思われます。まあね、日本のこういうね制度、なんか正直に言うと損をするから、犯罪者を正直に言わない方が得だみたいな状況が彼女を黙らせてるのかなと気はしないんですが、僕は何度も言います、このね1万5000円のウグイスの上限を3万円払ったというよりも1億5000万円ものお金を選挙に使ってることの方が、国民感情としたらというか、同じ政治家をしてて選挙をしてる人間からしたら、もうこれこそがもうね大きな裏切り、これだから税金なんですよ、全部じゃないけども、国民の政党助成金から出てるわけですからね。であとウグイス嬢は1万5000円でなかなか集まらないとかって言ってる人、結構テレビの解説が言ってますけども、何言ってるのって話ですよ。あのね、参議院選挙ってこれ広島選挙区で出てるのはこのトップの無所属の人で、自民党で共産党ですよ、4番目がで、5番目がなんとね、私の彼女のお父さんです、加代てるみさんが NHK から国民オールトで出てて、あと2人、全部で7人しか出ないです。広島県の中で7陣営ですよ、たった。参議院選挙は県全部でやるので7陣営しかいないです。今例えば砦の選挙見ても31陣営出てるんですよ。衆議院選挙だって広島で1区2区3区4区5区6区、まあ、広島だったら7区ぐらいまであるでしょう。
広島県で1個しか7陣営しかウグイス求めてないのに1万5000で集まらないっていうことは、まあ、ちょっとおかしいんですよね。しかも17日間しかないのに13人もウグイスをなんかやってるって、まあ、おかしな話でね。ちなみに私も NHK から国民を守る党っていうのはこういうウグイス城っていうのは基本的にはつけてません、4年前かな最初の頃にね、大橋くんの議選挙とか僕の船橋の最初当選した選挙とか最後にウグイスをつけたのはおそらく深澤さんの 町田市かな、基本的にはもう一切つけてません。前回の参議院選挙も誰一人ウグイス城はつけてませんっていうのはさすがにお金払ってわざわざやってもらわなくていいだろう、そんな無駄なお金使うことはないだろうということで、うちはもうこの1年2年ぐらいは、ウグイス城はどの選挙もつけていません。いらないでしょ、そもそも。要はお金を払わないと自分の選挙を手伝ってくれる人がいないんですよ。だから払えるものは払って集めようと。ちなみに選挙の応援っていうのは選挙運動っていうのはお金もらってやったら全部犯罪ですからね。ドライバーとウグイスとあの宛名書きの一人だけです、お金払っていいのは。あとはボランティアでやってもらうしかないんですよ。で広島の県でやってるわけでしょ。だ広島県で自民党2人しか立候補しないんだから、広島県下の市議会議員や県議会議員いっぱいいるのにその人たちが応援してくれないっていうのもおかしな話ですよ。お金払っていろんなことしとるんでしょうね。とにかく1億5000万円ものお金をたった2ヶ月半度で使い切ってるのか、使わなきゃいけないから相当悪いことをしてると疑われても仕方がないと思います。もうね、同じ同期なんでね、一応もう本人がねやったかやらないかぐらいは、まあ、本人も知らないと言ってるんであれ以上回答の仕方がないと思うんですけど、まあもうでも情けないです。もう知らないイコールもうダメです。部下の監督ができてないからね。ということで皆さんどうでしょう。1億5000万円もこれだから本部のね、自民党本部にも相当問題があると思いますけど、皆さんどのようにお考えでしょうか。まあ、以上です。元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。